はいどうも、はじめまして、バンプです。今回はパッチ 0.14.9.5、 今回ね、このパッチノートでどんな風に変わったのかね、ちょっと実験していきたいと思います。ね、これをね、パッチノート読みながらどんな風に変わったのかっていう動画もありますんで、そっちを見てない人は全体の紹介になってますんで、そっちを見てください。で、今回はそのね、ある程度変わったところを実感できるところをね、今回このあれで紹介できたらなと思います。それではやっていきましょう。その前に高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。いくよ。さあ、開けましたと PV アップデ後のすごいね、下の欄にサーベイさん、これ何アンケートってことでしょ。ハンドブックにハイドアウトってのが増えてる。ハイドアウト行って、なんか設定したらいいってこと？あ、これでウィッシュリストになんかいろいろあって、ということ、使い方わからん。こうワイヤーをもし使いたいよってことは、こうハイドアウト。あー、なるほど。いや、なるほどになってないわ。あ、なるほどってなってない。こうウィッシュリストにつければ、ハイドアウト設定したら、レイド中に入手した時にメッセージが出る。おぉ！なるほどね。じゃあ今これで、ハイドアウトに使うアイテムが自動的で設定されてんだ。で、タスク、入った時にそのアイテムを拾ったら、これはハイドアウトで使うアイテムだよっていうのを設定できるってことね。で、タスクで使うんなら、今これ欲しいからタスクっていうのにウィッシュリストしたら、あ、これタスクだから持って帰れよみたいな。一回まあやってみないとわかんねえな。え、なんかタスク出てんだけど。何これ。6B43 初期装備。M4 と 6B43 でファクトリーでやれってこと？え？ああ、フェンスのやつか。ん？何これ？ミネート PMC オペレーターズ。なんか、ウィズアウトキラスカブス。スカブで切るってしょ。え、スカブを殺さずにってこと？え、スカブを殺さずに？え、こんなタスクあった？ BMC 切る。で、あれだ！今わかった。これパート1でしょ？ザ・グッド・タイムス。これあれじゃない？新しい報酬だ。だからアンハードの人は別にやらんでいいやつじゃん。これも、この、これをゲットするための、アンハードのこの、これをゲットするための前提タスクなんちゃう。でも俺アンハードだから、今もう、もらえるもんがないみたいな。そう、ポケットとレシーバーがもらえるやつだ。だポケット増やすなら、これやらないといけないよ。そして、他に増えてるか？あ、これは？ザ・インビジブルハンド。これは、これはエリミネート、アンターゲッティン・ザ・オイル20プラス、ジョンサイズ・バックパック。だから20以上のバックパックを背負った状態で、何これ、エリミネート・ターゲット・ザ、何これ普通にやればいいってこと？だって20人倒せ。まあ、これと、フェンスのこれと、これだな。ザ・グッド・タイムス。で、パート1ってことは、どんどんパート1、パート2、パート3ってあるから、これが多分一番のあれだと思う。これ10だよ、これ。10分の10だから。10体倒さないといけない。これはポケット拡張タスクになるかな。アンハードの人は意味ないかもしれない。うん、まあ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 、そんな感じか。だから一番上買っとけば楽だよっていうタスクじゃないかな。PVE のさ、あれちょっと見てみるか。どんなぐらいで、マッチできるのか。じゃあちょっと PVE の方でマッチング行ってみようか。
カスタムでいっか。どんぐらい速いのか、ドル級で。あ、そう、なんかね、新しいタスクが3つできてて、それはあれだと思う。あの、拡張タスク、追加タスクって書いてたやつ。3つタスクがね、追加されるっていうので、イベントじゃないね。報酬タスク、ポーチの拡張イベントと、イベント、拡張タスクと、あの、無線機があったじゃん。アンハードが出たばっかの時。この無線機を持ってれば、なんか50メートル離れたスカブは敵対しませんよっていう、あの、撃ってきませんよっていう、あの、あれの解放タスク。早っ！早っ、PV。もう、オフラインだね。すごっ。やっぱ、俺、だいぶ変わるね。ちょっと今、試しにね、PV 行ってみたけど、すごっ。で、PMC がいろいろね、何、ウィッシュリストのものだと、マークが出るみたいな、アラートが出るみたいな。お！すごい！見た？見た？ちょ、見たっていうかごめん。一回俺ね、な、ここの顔のやつ消しとくよ。これね、右下に、こう、簡単に言うと、こういうの欲しい。これか？あ、拾えねえ。出ねえわ。ちょ、待ってよ。あ、しかもさ、オフライン、PV って軽いね。いっぱい出てくるかな？うん、まあ、いや、とんでもない量見えたけど。あ、戦ってる？すご、お酒セットがあるわ。これだったらハイドアウト、あれかな。え、PV って、やばいね。あ、いいの来た。これ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 。ほら、見て、右下。ほら、ルートアイテム出るのよ。これ自分が、ほら、欲しいやつ出しちゃおう、みたいな。これ多分設定してたら、もう最初の、今日の目的はこれで拾いに行くぜって言ったら出てくる。あ、こういう機能か。すごいね。はい、ただいま。あ、便利便利これ。下に出てくんの。エイド中も設定できるの？あ、いけるわ。タスクだったらタスク。ハイドアウト、ハイドアウト。お気に入りだった、お気に入り。いけるね。だからこういうのを。これもうさすがに捨てたやつは拾ってもなんもならんか。なんかいろいろできるっぽいね。これ交換品だったら交換品。え、これ便利じゃない？交換品一番便利やで。これ PVP も同じか。これに関しては多分 PVP も一緒だと思う。ワイプができる機能あるじゃん。そのワイプ機能も試してみたくない？どっからワイプすんのかっていうのもさ。移動するみたいになったかわからない。移動するみたいになった。どこら辺、どういうとこにいるんだろうね。なんか待ち伏せを、さあ、シンガスかリョウか。が基本なんだ。そこ以外にも、いたらすごいよね。なんかのらりくらり歩いたら、待って、いる。スカブだ、これは。え、PV ってこんな快適なんだ。楽しいわ、やってて。PV の楽しさにちょっと触れたかもしれない。でも最初だけなんだろう。うわわわわわわ！え？こういう感じ？こういう感じで撃たれんの急に。違うんか！君か！じゃあ、ちょっとワイプ。新しい機能のワイプ機能をやってみましょう。イベントは始まってないね。
ウェブサイトからワイプできるみたいだから、それをどうやってやるのか、ワイプ。ログインしました。こんにちは。ウェブサイトから、待って、ここ？これ PVE と PV、P、できる書いてるじゃん。ここで、あった！ゲームプロファイルをリセット。ゲームプロファイルリセットするのは3週間に1度だけです。怖ここチェックマークみんな間違ったらやばいよ。じゃあ PVE ゾーンの方、じゃあチェックマークを押して、プロフィールをリセットする前にゲームとランチャーを確実に閉じてください。そうしない場合はリセットが失敗する可能があります。怖ゲームプロフィールをリセットいきます。本当にいいんですか？もうこれさ、まだアップデしたばっかで PVP も行かれたら困るんだけど、ちょっと。大丈夫だよね。前行くか。PVE がリセットされましたと。プロフィールリセットする前にゲームとランチャーを確実に閉じてください。ああ、あれなんだ。ポケット拡張タスクは AOD 限定ってマジらしいですわって。ってことは、ポケット拡張タスクは何？プラパーのやつかな？あ！来た！ PVE ワイプされたわ。わ。あ、楽しめ、いや、楽しめる。最初の気持ちが楽しめるぞ、これ。やっぱユーセックが俺いいなぁ。特に俺、顔を変えたことないんだよな。うわ、この感じ。俺これ、この人好き。最初の。あ、いいね、いいね。で、3週間経たないとできないから、全然ね、3週間に楽しんでね、またちょっと、またワイプ、初めからやりたいなぁって人は全然ね、やってもいいし。これさ、もうすぐあと1ヶ月後にワイプ来るじゃん。だからワイプ練習でもいいかもね。こうスタートしました。で、ワイプ直後の練習としてさ、めちゃくちゃ良くない？とりあえず、タスク行きますって、ほら。タスクを受けますよって。まあいいや。だいぶ良くない？不便な時期が楽しかったり。そうだね。懐かしい。この、何？これワイプの時のめちゃくちゃ、ね、高揚してるやつが今楽しめるわ。うわぁ、この最初の、うわぁ、これ、いや、ないとな。まあ、変更点基本的に PVE が多いね。レフじゃなくてラグマンで。いや違うわ。レガメダルで交換できる。おい、ラグマンのサービスからで、多分、いけるっぽいぞ。この、出てたなこれ、アップデのなんかあれで。四眼つけた骸骨。ウシャンカついて。この T シャツがいけるんだ。LL4 まで上げて、レガメダル10枚。あ、いろいろ増えてんね。これもレフだ。あ、ポロシャツみたいな。ちょっといい感じよ、今。あ、これもレフだ。黒の。ポロ。これ2のレガメダル4枚。これアップデ要素なんか、これも。なるほどね。なるほど、なるほどね。ベアの方もありますんで。
絶滅危惧種のバンクーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも